ショパール、LUC。クラシック、マーク3。マイクロローター、クロノメーター。今回ご紹介するのは、ショパールの自動巻き時計。繊細な仕上げと精緻を極めた LUC コレクションです。1996年から始まったマニュファクチュールシリーズ。スイスメイド最高峰のタイムピースとして知られています。本品は22金マイクロローター仕様の自社開発ムーブメント LUC3.96 搭載の LUC クラシックマーク3 REF168500 の3002です。文字盤は異なる仕様の施された上品なグレーカラー。アラビア文字、バーインデックスとエッジの際立つドルフィンハンドの組み合わせ。6時1にスモールセコンドとレイトが配された実用的な風貌です。SS ケースは全面ポリッシュ仕上げ。自動巻き時計ながらも薄くデザインされたスタイリッシュなフォルムです。裏蓋はスケルトンバック。コートドジュネーブ仕上げの美しいムーブメントをいつでもご覧いただけます。専用の革ベルト、尾錠を装着。気品と風格が漂い、所有する誇りと喜びを感じる至高の一品です。ショパール。ショパールは1860年スイスに設立。高級時計製造の中心地で、これまで数多くの優れた時計を手掛けてきました。後に、ドイツの宝飾品製造メーカーと出会い、ジュエラー、ウォッチ&ジュエリーメーカーとして、確固たる地位を築きました。伝統的技術と斬新なアイデアで、高い人気を誇っている超高級ブランドです。操作方法。右サイドにあるつまみがリューズです。そのままのポジションで手巻きができます。自動巻きの時計ですが、針が止まっている場合などは、時計本体を、小中で軽く振り、手動でリューズを巻き上げて、針が動いていることを確認してご使用ください。リューズは、右回し、時計回りに、指先の腹で前方に押し出すようにして巻き上げます。できるだけゆっくり優しく巻き上げてください。リューズを1段引いて回すと、レイトがチェンジ、2段引いて回すと、針が動いて、時刻調整ができます。ハック、秒針停止機能はありません。サイズ。ラグ幅 19mm です。ケース径は約 39mm、リューズ含まず、縦、ラグからラグまで約 47mm、厚さ約 8.5mm、風防を含むです。この時計の外観コンディションや精度など詳細は、説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。